松本清張の長編推理小説。小説現代に連載後、開校を経て、放置新聞に再連載。1985年4月に、講談社から刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。1967年3月に起こった、ジムトンプソン失踪事件をした時期に、著者が組み立てたミステリー長編。 1998年にテレビドラマ化されている。1967年8月12日、軽井沢の別荘に滞在中のアメリカ人女性が、寝室にて、虐殺死体で発見され、壁には、色鮮やかな熱帯町の標本が掲げられていた。長野県警の長谷部警部は、被害者の兄が、妹の殺害にもかかわらず、出張から戻らないのを不審に思い、 調べた結果、兄、ジェームス・ウィルバーが、7月16日に、マレーシア・キャメロン・ハイランドにおける天然の密室で、突然と姿を消していた事実を知る。軽井沢の事件との関連を思い巡らす長谷部だったが、8月26日、キャメロン・ハイランドの散腹密林中で、今度は、熱帯町最終ツアーに参加した、日本人の残殺死体が発見された。 ICPO の要請を受けた長谷部は、マレーシアへ飛ぶ。奇怪な投資術師や、武踊団の工作する中、一連の事件の謎解きが、始められる。マレーシアキャメロンハイランド原作における設定を記述。1998年3月24日、日本テレビ系列で放送された。読売テレビ開局40周年記念特別企画。 松本清張7回期特別企画。サブタイトル、異国での連続殺人事件。愛と陰謀その真実は、視聴率15.3%。ほか、ありがとうございます。